コテに負けないぐらい可愛く負けちゃいます。チャキチャキこんにちは、表参道美容師のあやまるです。今日はですね、ストレートアイロンで作るウェーブの巻き方を紹介していきたいと思います。コテは苦手です、コテは持ってなくてストレートアイロンしかありませんっていう方でも、アイロンさえあれば可愛いウェーブができちゃいます。ウェーブヘアって髪にこういう S 字の動きがあって女性らしくて可愛いですよね。今日はそのウェーブヘアをストレートアイロンでやっていくやり方を紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。今日はこちらのストレートアイロンを使っていきたいと思います。ウェーブ作るときってこのね、あんまりここが太すぎるとウェーブが大きくなって動きが見えづらいので、ここの部分が細いやつの方がやりやすいです。で、今日やる温度は私は160度でやっていきたいと思います。まず髪の毛を分けます。一つ目のブロッキングは耳の上あたりで分けていきます。このね、ブロッキングってめんどくさいなって思う方たくさんいると思うんですけど、これってすごく大事で、厚みのある髪の毛を巻いてしまうと熱の伝わりも悪くて巻けないし、熱のムラが出てダメージしてしまうところもできてしまいます。まあ、時間的にもその方が早く巻けるし、髪の負担も軽減されるので、ブロッキングは必ずやるようにしていきましょう。この2つの束を巻いていきます。この部分の髪の毛ってあんまりボリュームが出てしまうと最終的にもうボンと見えやすくなってしまうので、一番下のウェーブはちょっと控えめに巻いていきます。この中間あたりから2ウェーブぐらい、毛先は外羽に全部内巻きに入っているとどうしても可愛らしすぎるので、毛先は一番下は外羽に、外巻きから始まって内巻きにして外羽で終わるっていうやり方です。まずは中間あたり挟んだら外巻き内巻き外巻き、こういう感じですね。潰れて膨らんで外跳ね、こういう感じですね。反対側もやっていきます。中間あたりをまずは外跳ね内巻き外跳ね、まず控えめのカールができました。この時に髪の毛に対して垂直にアイロンを挟むんですが、挟んだらアイロンを両手で持ってウェーブを作った方が綺麗なウェーブができます。片手でやっちゃうとどうしても角度がずれてしまってカクカクのウェーブになりやすいので、必ず挟んだら両手を持って巻くことをおすすめします。そしたら次2段目はこめかみのあたりでブロッキングしていきます。ここも私は2つのブロッキングで巻いていきます。髪の毛が多くて巻きづらいっていう方は一番巻きやすい量で分けて巻いていってください。今下は最後外羽で終わってるので、これをずらすために次は内巻きで終わるようにしていきます。この中間あたりから内巻き外巻き内巻き、数字の3みたいなウェーブができます。こういうことですね。この時もあんまり上からやりすぎるとボリュームが出すぎてしまうので、このね、中間あたりから巻いていきましょう。髪に対してアイロンは平行に入れていきます。髪を挟んだら両手で持ちます。で、内巻き、外巻き、内巻き、内巻き、外巻き、内巻き。色が違うから分かりやすいですね。反対も一緒です。中間あたりからアイロンを入れて両手で持って内巻き外巻き内巻き、ほら、下の段と上の段カールがずれてもうすでに動き出ていますね。はい、そしたら次はここの鉢あたりですね。鉢で髪の毛を分けます。鉢植えになってくると髪の毛の範囲が増えてくるので、まずは2つに髪の毛を分けるんですが、さらにここからまた2つに分けます。合計4束ですね。 1,2,3,4、 この4つの束を1段目2段目と同じようにウェーブにしていきます。さっきは毛先内巻きに巻いていったので、2つのウェーブを作って外跳ねで、一番下の段は1つのカール、2段目は2つのカール、3段目は2つのカールプラス外跳ね、これが一番可愛いバランスです。次は内巻き外巻き内巻き外巻きで、
髪の毛に垂直にアイロンを入れて、髪の毛の中間あたりから挟んだら両手で持つ。内巻き、外巻き、内巻き、外巻き。後ろ側も同じように巻いていきます。挟んだら内巻き、外巻き、内巻き、外巻きです。内巻き、外巻き、内巻き、外巻きです。ダメなやり方は内巻き、外巻き、内巻き、外巻きって毎回ウェーブを緩めてしまう。これだといいウェーブができません。少しテンションをかけながら引っ張りながら内巻き、外巻き、内巻き、外巻き、この方がしっかりとしたウェーブを作ることができます。はい、そしたら最後表面の髪の毛を巻いていきます。ここも髪の毛の量が少し多いので4つのブロックに分けていきます。ここをね、内巻きから始めてしまうと横がボッと広がって見えちゃうので、最初は潰すところから始まります。潰して外、内、外、内で終わりです。スタートはこの耳のあたりから巻いていくのが可愛いです。上すぎるとボリュームが出すぎます。外巻き、内巻き、外巻き、内巻き。耳のあたりから外羽のスタートです。外羽、内、外、内。じゃん、今ウェーブが完成しました。もうすでに可愛いですよね。さらに可愛くするための最後のポイントをお伝えしていきます。分け目をちょっとぼかしてください。そしたら表面の髪の毛をこれぐらいです。超細い毛束です。アイロンを髪の毛に対して縦に挟みます。髪の毛はこう横に引っ張ってください。挟んだら1回転外巻きにしてそのままピーッと引っ張ります。そうするとほら見えますか、コテみたいに巻けちゃうんですよ。この毛束を何本か作っていきます。全部外巻きがいいです。顔周りの部分も細い毛束を取って外に1回転させたらそのまま引っ張る。ほらもう右と左だと結構華やかさが違いません？表面のふわっと細いウェーブがあるだけでこなれ感も出るし、コテのような動きも出るのですごく可愛いです。なんならコテ声です。細い細かい束を取ったら中間からアイロンを縦に挟んで外に1回転させます。そのまま引っ張る。ほらこの細い毛束で巻くっていうのがポイントになります。厚みがある髪の毛すぎると頭がボテッとでかくなってしまうので、この表面の髪の毛は細かい束で巻いていきましょう。じゃん、これで巻き髪の完成です。最後にスタイリング剤をつけていきます。今日はこちらの N ドットのポリッシュオイルを使っていきます。オイルだとボリュームもダウンできるし、束感も出て、ウエット感も出て、こなれ感のある巻き髪になります。こちらをまず毛先になじませます。手ぐしを解くようにつけてあげるとなじみやすいです。全体になじむようにしっかりとつけていきましょう。ほら、見て！ストレートアイロンでもコテに負けないぐらい可愛く巻けちゃいます。ぜひ参考にしてみてください。まあ、この巻き髪のコツとしてはしっかりとブロッキングをして分けて巻いていくこと。そうすることで何度も何度も同じ場所にアイロンを通さなくていいし、ダメージも軽減できます。ウェーブのね、回数を変えたりとか巻き方を反対にしたりすることで動きが出て可愛いです。そして表面のこの細い束をアイロンで外巻きにしていくことでまたさらに立体感が出てコテに負けないようなふんわり感を出すことができます。これならコテが苦手な人でもできそうですね。この動画を見ながら一緒にやってみてください。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでコメントたくさんお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。